結局スタンドには届きませんでしたが、ジャイアンツ小笠原さん、はい、金本選手若いですね。いやもう本当に尊敬するぐらい、ね、元気に、プレーしてらっしゃるんで。で、あの小笠原さんと同じように膝も手術して、はい、やっぱり今年もね、あのやっぱり手術明けのシーズンですが大活躍ですもんね。もう本当に自分を目標にして、今やってるんで、うん、いい手本があって、本当に参考になります。さあ2回の表はライオンズの、まあ、現在パシフィックリーグのホームランを31本打っています中村拓也から始まっています。三浦さんはあの交流戦でもね、はい、この中村おかわり君とは対決していると思いますが、はい、大体攻め方のパターンとしてはどういうところに向いてるんですか。いや難しいですけどね。あっといったか、レフトへ、その金本の頭の上、はるか上ネットに当たりました。大ホームラン。このマツダズームズームスタジアム広島、スタンドの向こう側ネットが張られているんですが、あのネットに当たると場外ということになります。特大のホームランが出ました。中村拓也ホームラン、同点1対1。いやー三浦さん、すごい打球でしたが、すごかったですね。はい、今のはやっぱりいや高めのストレートですけどもね。何メートルぐらい飛んでるんですか。140、50ぐらい飛んでるじゃないですか。140、50いってるでしょうね。いただきました。はい、ナイスホームランでした。ありがとうございます。今日はねホームランダービーでも優勝して、その後すぐの1打席目いかがでしたか。まあいい流れでいきました。はい、あの昨日はねホームランダービーは1回戦で敗退してしまって、その経験生かしたいという話をしましたけども。そうですね、まあ、今日はまあ、力まず軽くいこうかなと思ってました。これ1本まず出ましたけれども、この後のおかわりどうですか。まあ、1本出たんでちょっと狙ってみたいなと思います。中村さん、はい、ホームランダービーはいいなんかウォーミングアップっていう感じでしたか。まあ、今打てたので、そういう風になりますね。そうですね、はい、木村さんいかがですか。いや、お見事でした。ありがとうございます。本当にね、これだけたくさんのファンの人がね、今の当たり見てみんな来てよかったと思ったんじゃないですか。会心でしょ。はい、完璧です。はい、おめでとう。ありがとうございます。まあ、後半戦ライオンズの快進撃と、そして中村さんもぜひあの55という数字を目標に頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。